今日も文春オンラインからですけども、あの例の北海道旭川の事件ですよね。あれがね、1年以上経ってもまだまだ結果が出てないということと、第三者委員会がまとめたのが、因果関係が不明という癖ですよね。 第三者委員会って、その、因果関係を明確にするためにスタートしたはずなのに、不明で終わっていいんだったら別に、そんな組織なくてもよかったというかね、力量の違いがそこ,こに出てくるのかなと思います。要するに、調査する能力ないんですよね。あと、決断や判断する能力がなくって、結局、司法に委ねるってことだったら、やらなくてもよかったわけなんですよ。うん、まあでもその中でも、キーワードとなったのが、この言葉ですね。中山校長が語った、 加害者にも未来がある学校は責任を負えないということで、えーまあ、被害者1人広瀬爽彩ちゃんですねそれから加害者が10人ぐらいいてどっちの命が大事かっていうと加害者10人の命の方が大切だと日本のためになるというふうに明言したわけなんですよ。いやとんでもないことを言えるもんですよね。これが学校現場にいる教頭のレベルということなんで、まあ、日本全国教頭先生はこういう思考を持ってやってらっしゃるということなのかなと。 思うことなんですよ。というのが、学校教育ってテンプレートなんで個人的な判断っていうのが求められてないんですよね。同じようにやってくださいっていうのが教育の均一化ですから、この人だけは特別こういうことを考えてるわけじゃなくて、日本全国の教頭先生がこう考えてるんじゃないかなというふうに考えることもできます。というのが、同じ職位の他の学校の教頭先生から、おい、中山教頭何言ってんだよ。俺たちまで一緒に見られたら困るじゃないかっていうような意見が全く出てないんですよね。どうしてこういう時に教員さんっていうのは黙り決め込むんでしょうかね。 はいそしてですね長い時間をかけての調査でしたが最終報告の中で新しく分かった事実はなく残念でした本当はこの最終報告でいい結果をサイエン伝えてあげたかったというのはお母さんの言葉ですよね実際どうなんですかね加害者に人権や未来っていうのはあってもいいんでしょうかなんか全員吊るし上げて終わりでいいような気もするんですけどもねで結局加害者を保護して今のところ無罪放免になってるわけなんですよ誰一人 何らかの処罰を受けたとか、謝罪をしたっていう事実はないわけですよね。で、これはこのまんま第三者員委員会も込みでね、えー、死人に口なしを決め込もうというところがありありとしていますんで、えー、こうなった上は今津市長の、えー、独特の、もう市長直属の第三委員会に、えー、委ねたいところなんですけども、この今津市長はね、この 朝日川いじめ事件を解決するために市長になったような人ですから、これは期待できますよ。そして同時に、今津市長も今回の第三者委員会のレポートには息取りを感じているということで聞いております。えー、プラスですね、この今津市長、新しい第三者委員会にぜひね、えー、この問題を表面化させた、YouTuber じゃないですか、これやったのは。ね、掘り起こしたのは。ぜひね、そういった 調査能力の高い YouTuber さんがいらっしゃいますのでそちらの方にも声もかけて第三者委員会のメンバーにしていただきたいと思いますそれでではは今回は以上でございます。